プレイボール、よしやるぞ。おはようございます。なるほどさん、おはよう。まこちゃん、ご気分はいかがですか？そういえばこれ、あれこれなんかに使うのかな。あの後もう一回行ってたらあげれてたのかな、うん、その謎に関しては何にも分かってないな。うん、ああ、うん、大丈夫だよ。あ、もちろんだよ。あ、今ちょっとだけ、あさっての方を見たんす。違うよ。明るい明日を見据えただけだ。言い訳が苦しいな。うん。頑張るぞ。よし。最後なんだっけ？もう一人いたお客さん？あの、おじいさんじゃなかったみたいな。ちょっとうろ覚えなんだけど。なかなか、なんで知ってるんですか。ドアの陰からそっと見ていたっす。ストーカーじゃん。そんな情けない顔しちゃダメっす。あ、それそれそれ、マニキュアみたいなね、緑みたいなね。どの子さんも始めたんですか、アロマテラピー。いやいや、そうじゃないっす。覚えてないっすかこれ。そうそうそう、出てこないなって思ったんだよ。うん、トリビアのキッチンで見つけた小瓶っす。うん、あ、すごい小さな瓶がぎっしり。かわいい、かわいい、マヨイちゃんのウェイトレス姿かわいい。はい、うん、毒かな、それか耳のお薬か。うん、猛毒。残念ながら全然違うっす。やっぱそうだ、耳の薬だ。うんふ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 ん。手癖が悪いよな、本土坊さんも。うん、鼓膜が破れた被害者岡坂尾に処方された薬っす。うん、ああ、正体不明の指紋、正体不明の指紋。うん、の中身の分析しかしてなかったっす。岡高尾さんの指紋はついてそうだよね。使ったって言ってたもんね。必ずあの男を引きずり出すんだ。なんだっけ、ゼニトラさんな。後藤さん、後藤さん、今日は何杯コーヒー飲むのかな。うん、弁護側準備完了しております。はい、一杯目。閉店の準備ができてるぜ。いや、毎度頼もしい限りです。もうちょっと長く一緒にいようよ。どうせだったらモーニングコーヒーとかね、一緒にしばきませんか。うん、五十嵐翔平さんはこう証言しています。うん、これ絶対うらみちゃんでしょ。うらみちゃん、うらみちゃん、うらみちゃんだってるよね。うらみちゃんね。うん、カップの後は被害者が右手でコーヒーを飲んだことを示している。しかし証言では被害者は左手でコーヒーを飲んでいる。さらに五十嵐さんの目撃証言によれば、被害者は聞こえるはずのないラジオを聞いていました。おー、新しいカットだ。このカットでは左につけてんだけどな。うん、だから迎えに行ったんでしょ、ゼニットラが。く、いいこと教えてやるぜ、裁判長。地球は回り、俺たちも回ってるんだぜ。どういうこと？今日もいきなりよくわからないのですが、昨日の謎は今日もなそう。そんな考え方はもうお呼びじゃねえってことさ。時代は変わる。そいつが俺のルールだぜ。謎が解けたの？この矛盾の答えを。豆を食う老人は豆と共に真実を投げていたのさ。
どういうこと？署名するぜ。どういうこと？うん。誰だ？あんた坊さんね。ムチムチ。うん。なんだあんた。ボンジュール皆さん。ハンドボーカルシェフやってます。うわ、背中からお尻にかけての曲線美。失礼ですが、証人はその女性なのですか？おらら、私鼻も恥じらう男。あんた事件当時トレビアンのキッチンにいた。間違いねえな。あなたとなら、間違いを起こしちゃうかも。私だって間違いを起こすよ。譲らないぞそこは。すげえ、全く動じないぞ。いいなあ、いいなあ。多分その胸板とか体だって分厚くて動じないんだろうな。こうてってタックルしたいな。うん、事件が起こった時トレビアンで何があったか。ウィビロンティエ、どういう意味？トレビアンで何があったか教えてもらいましょう。うん、事件があった時お客さんは二人きりだったわね。インテリアの改装工事をしてたのよ。ん？テーブルの間に大きな鏡が置かれたりしたわってこと？それを見ちゃったんじゃないかしら。カップの手にイヤホンにメガネ、全部左右が逆だったんだ。どういうこと、どういうこと？鏡ですって？ウィグランミロワール、それ大きな鏡がね。明日そんなんなってんだ。え、誰が信じるかそんなこと。地球は回り俺たちも回っているってことがな。うまー、コーヒーカップにイヤホン。そんなバカな、ほんとバカだよ。まあ、揺さぶりから全ては始まるのよね。揺さぶっちゃろ。ブルンブルンに揺さぶっちゃろ。二人のお客さんというのは、もう若くない男の子の二人。昨日の証人ね。絶対ゼニトラなんだよな。インテリアの初めて聞きましたけど。あら、そうだったかしら。どうして今まで黙っていたんですか。おかしいわね、真っ先に話したつもりだったのに。インテリゲンシャって何？壁とか床の絨毯とか家具とか、まあ、詳しくは動物の森をやったらいいと思うんですよ。もうちょっと乙女な感じにしたくって、大胆に模様替えしようと思ったのよ。ノーヒントだな。幅が4メートル、高さはそう2メートルぐらい？でけえ。天井にバーンと貼ってやろうかと思ったわけね。え？鏡。あー、店内の。これは上から見た図だからダメでしょ？鏡は天井？まさに知らない天井なんだよな。やめちゃったんだけど。あ、揺さぶるよ。今のとこ全然ヒントないんだよな。被害者も被告人も一言も言っていません。それは何？聞かなかったあんたが悪いぜ。なるほど。ねえ、そろそろ名前覚えて。事件の前日、確かに鏡はトレビアンに届いている？え？
まあその鏡は使われなかったようだが。うん。店内にあったかどうかは立証されてない。睨むなら鏡の中の男にすることだ。自分ってこと？きっとあんたを睨み返してくれることだろうぜ。被害者の姿が映ったと。その近辺の業者から裏付け取ったってこと？うん。普通か、そんな言葉に何の重みがある。事なかれ主義者の泣き言より立ちが悪いぜ。いいこと言ってんだけどな、よくわかんないんだよな。普通ありえない、そんなことを言い出したら。そんなギザギザな弁護士やちょんまげのお嬢ちゃん、それにこんな仮面をつけた検事に居場所なんかねえぜ。そんな力いっぱい言うことじゃないんだよな。うん、確かに、うん、普通という言葉は何の根拠にもなりません。メガネが、メガネが逆じゃないぞ。おかしいね。ぶち込んでやがったのさ、左の耳にな。すべてが逆になるというのならば、メガネもスカウターも逆にならなきゃおかしいんだよな。俺が鏡に映っていた姿だったのなら、左だったのがみんな右になるわけだよね。いいこと言うな。え？鏡に映った姿を見ただけなの？矛盾が？そうなるとあの証言に矛盾がなくなるよ。ふん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 。考えてみよう。スカウターのことだと思うんだよな。スカウター。あ。まあ分かってんだけど、一旦ね、一旦セーブよ。なるほどね。これよ、左って書いてるな。書いてんだよ、アホ。うん。五十嵐さんの証言を思い出していただきましょう。うん。奴はメガネをかけた方の耳にラジオのイヤホンをはめとった。うん、間違いないぞ。ぶち込んでやがったのさ、左の耳にな。うん、この証言をまとめると、モノクルとイヤホンは両方とも左耳につけていたことになります。そしてそれが鏡に映ったのならば、モノクルとイヤホンは右耳に見えたはずです。トレビアンでやればできるじゃない。うん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 、ここに大きな矛盾が生まれるのです。ペン。もし五十嵐さんが鏡に映った被害者を見たのならば、なぜこのモノクルだけが左右逆になっていなかったのか。へへへへへ。冷静になればわかるな。うん。静粛に静粛に、その通りです。うん。この証人が目撃したのが鏡に映った姿ならば、被害者は右の耳にメガネをつけているはずです。スカウターな。何げできるもんならしてみなさいよ。うん、あんたも早くこの味がわかる大人になることだ。まるほど。成人済みなんですけどね。あんたはこの証人の性格が分かってねえのさ。ウェイトレスさんが好き、ウェイトレスの服が好きなちょっとエッチなおじさん。うん、あ、おっちょこちょいってこと。花瓶を割っちゃってごめんなさい。あのじいさんには一つの癖があるのさ。え？一番目立つのはどこだ？スカウターだな。うん。そう、じいさんまたやっちまったのさ。モノクルがあまりに強く印象に残った。だから。
わしはイヤホンと一緒にイカれたメガネも見たんだ。そうだよ、一緒くたにぶち込んでんだ左耳に。真似してんの？真似してんの？く、どうだ、なるほど。じいさんのモノマネか、似てなかったってこと？モノマネ上手だね、五道賢治。マシか、平田さんだもんな。そりゃモノマネくらいできるよな。うん。確かに昨日の証人は早とちりの多い人でしたね。鏡は豆を食わねえ、そして嘘もつかねえのさ。じゃあ実際じいさんが見たからくりは何だったのか。あんたはそいつを知っている。そいつを話してみな、聞いてやるぜ。かっこいいよ。ういお店の上面図を見ながら聞いてちょうだいな。はい、まあ、とりあえずは進んだね。オッケーオッケー。うん、じゃあ皆さん用意はいいかしな。はい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 。え？お？はい。おじさんそこに座ってたの？ふんふんふん。あ、向かいじゃないんだ。鏡に映った被害者を見ることができる席は一つしかないわね。それは被害者の隣よ。そこがおじさんの席だったのね。え？でも話の感じ、向かいって言ってたから、あの通路挟んだ向かいのことなのかなって思ったんですけどね。事件が起こってさすがに邪魔だったから鏡をどかしたの。でも他のものには一切手を触れていないわ。苦しくない？自分で言ってて苦しくないの？だって向かいって言ったよ。え？あ、ちょっと待って、手触れてない。手触れてないって言うたな、お前。お前言うたな。花瓶が割れてないんですね。それはおかしいんですね。私、罪作りな女ね、男たちを惑わせちゃって。心配いらねえさ。これ平田さんの声で言ってるんだよな。わわわわ。早くアニメ見たいな。惑わされたのはそこで冷や汗を流してる誰かさんだけだぜ。これ花瓶の話になるでしょうね。うん。鏡以外のものには一切手を触れていない。間違いありません。間違いありませんな。ちょっといい、かっこいい声出しちゃったな。バロンティエ。もちろんよ。ほうほうほう。言いましたね。触ってないって言いましたね。うん。置いてあったの。うん。一つしかないわね。ここだと思うんだよな。どうしてそういうことになるんですか？だから、上面図を見ればわかるでしょ？うん。被害者の姿はこんな風に鏡に反射するわけだから、ほら、隣にいればはっきり見えるじゃない。座っていた。なんかおかしくないか？おかしいね。こう。間違いありませんね。鏡をどかした以外は何も触っていないの。何か現場におかしな点でもあるのですかな？何かモヤモヤするような。弁護士さんは胸焼けみたいだぜ。そんな時はこれ、ローズマリーとミルラとレモンのエッセンスをコーヒーに入れて飲んでみるが。え？おかしいよね。そんなに大きな鏡のこと誰も何にも言わないなんて。まこちゃんも豆のおじさんも。うん、よかった。うん、だと思うんだよな。一旦セーブか。
わかるぞ、まだわかるぞ。裁判長、今の証言この証拠と矛盾しています。うん、昨日のダメ証人の反省文ですか。こんな代物ですが一応証言書です。ダメ、どうしピンとくるものがあるんだろうぜ。え、合ってるよ合ってるよ。うん、裁判長、五十嵐さんの証言には重要な意味があったのです。この証拠と明らかに矛盾しますからね。あー、写真ってこと？うん、割れてないんだよな。他にうん、他にはないよね。キッチン付近から見た現場の状況。くらえ！え？びっくりした。音楽が変わらないから。あるべきでないものが映って。あ、あるべきでないもの。うん。ピンとこない。うん？矢印のターンじゃなくて？この写真にあるべきでないもの。へへへへへへ。これ、いや、うん、いや、この辺でいいでしょう。大丈夫。オッケーオッケーオッケー。まだわかる。まだわかる。うん。五十嵐さんは自分の席の花瓶を割ったということです。しかし、被害者の隣のテーブルには、この通りちゃんと花瓶はある。つまり、五十嵐さんの席は被害者の隣ではなかったのです。なえ、なえ。バカな、ありえない。それ以外の席で鏡に映った被害者を見ることは不可能だぜ。おかしいね、おかしいね。うん、結論はただ一つ。あの日トレビアに鏡など存在しなかった。うん、オンドボーさん、あなたの証言は全くの大嘘です。あー、バラが散ったね。バラはバラはあしゃ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 。いや、あのベルバラの曲はよく知らないんですけど、だ、触ってないって言ったよ、触ってないって言ったよ。警察の連中が現場を探してもたもたしている間にな。うん、残念ながらそうはいきません。本土坊さんは確かにこう証言している。鏡以外のものには手を触れなかったと言うたね。あー、なになに、証人どうなのですか。無限花びら、花占い無限だよ。やっぱり店内に鏡なんかなかったんだ。うん、しかしそうなると最初の疑問に逆戻りです。うん、被害者はなぜ聞こえないはずの左の耳にイヤホンをつけていたのか。あ、もう一人いたんだって。人生は一度きり、真剣勝負だ。逆戻りなんて認めねえぜ。鏡を否定するのなら、なるほど、あんたに答えてもらう。セーブ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 。はいはい、答えてもらうとするぜ。あのじいさんが見たのは一体何だったのか。うんうんうん、大丈夫なの丸。なるほどくん、この事件では矛盾は一つじゃない。うん、どういうこと、一つじゃないって。まこちゃんが見たことを思い出してみるんだ。うん、被害者のテーブルにはもう一人の客がいた。被害者のテーブルにはサンプルの CD が置いてあった。ことごとく五十嵐さんの証言と食い違っている。うん、なぜこんなことが起こったか、一つしかありえない。もう一人いたんだな。うん、ん？なんでも、なんて答えたらいいのかな。え、それでは弁護人、あなたの答えを聞きましょう。
承認の勘違い。被害者は偽物。え？え？それ、え？被害者は偽物？被害者は偽物ではない。だから、一人しかいなかったっていうのは勘違いだと思うんですよ。っていう、私のニュアンスで気持ちが伝わるかどうか問題なんだよな。結構私の気持ち伝わらなかったり伝わったり、いろいろするからな。偽物？偽物はないよね。これもないし、これかな。一人しかいなかったっていうのは、勘違いなんです。私の気持ちは伝わりますか？私の気持ちは伝わりますか？ん？じいさんの証言を勘違いで済ませるなら、そこのウェイトレスは今すぐ有罪じゃねえか。ちゃうの、ちゃうの。え？なんで？違うの。え？じゃあこっち？いや、だから、二人いたと思うんですよ。こっち？うん。こっち。いや、違うんです。一人しかいなかったっていうのが勘違いだと思うんですよっていうことを言いたかったんですけど、やっぱり私の気持ちは伝わらなかった。うん。それらの矛盾を解決する答えはたった一つ。うん。五十嵐さんの目撃した事件と被告人が体験した事件、全く別のもの？え、どういうこと？岡田顔ではなかった。ん？当然偽物の鼓膜は破れていなかった。あんたが大抵しな。あ、いや。偽の事件だった。コーヒーで倒れる芝居をした。五十嵐さんの証言で最も重要なポイントは、中に何か入れたのだ。トレビアン劇場をしてたってこと？まさか。五十嵐さんに偽物の事件を見せた理由は一つ。うん。犯行の瞬間を見せるためです。ああ、そういうこと？そっか。もう一人いたお客さん。あの人じゃなかったんだよねって言ってたもんね。だから1時半から2時半って妙な開きがあるってこと？シェフいたこいつが気づかないはずはね、グルなんだな。だから3も持ってかれた。あなたは知っていたはずです。それは、あれ、難しい問題ね。いや、簡単なことです。証言してくれればいい。あの日、トレビアの店内に偽物がいたかどうか、その証言で全てがはっきりするでしょう。そっか。二人いたのをまこちゃんが見てるのと、一人しかいなかったのを見てるおじいさんと、2回あったってことね。うんうんうん。証人に証言を命じます。店内の状況を細かく正確に。でも弱みを握られてるからな。言えないんじゃないかな。あ、3も持ってかれた。3も持ってかれた。
あ、でもクライマックス、クライマックス。いや、だって次これで終わらないでしょ。え、次あるでしょ。ライフ7でいける。いや、ライフがなくなるまでは勝負は終わらないんだよね。うん、被害者のムッシュ高尾一人で店に来たわ。そのすぐ後にあのおじさんも店に来たのよ。他にお客さんはいなかったわ。宝くじが当たってムッシュ高尾は大騒ぎした。うん、あの事件が起こったのは。偽物が芝居をする暇なんかなかったわね。なんかもう分かんなくなってきた。ジュブ・デュマン・パルト、許してちょうだいな。お店のゴタゴタを早く片付けたくてあんな嘘を。あなたのしたことは偽証罪に当たります。処分は後で言い渡しましょう。ういあこの尋問が終わったらそれでは済まなくなるはずだ。うん、共犯？共謀してるんだよな。あとライフが7、あとライフが7だって、だって。そっか、違ったか。一人でまあ一人で来たんだろうな。あれ、日付しか書いてなかったっけ、カレンダー。ああ、日付しかないのか。うんうんうん、うん、はい。まあちょっとわかんないから全部揺さぶるか。ここはいいような気するんだけど。うん、もちろんよ、私キッチンから見てたから。うん、被害者のテーブルにはもう一人の男が。ねえ、残念だが、なるほど、被害者が一人きりだったこと。いやだから違う、あのね、トリビアン劇場なのよ。あんたのもがく様を見てると思い出しちまうぜ。甘酸っぱいあのコーヒーの味を。どんなコーヒーだよ。コーヒーじゃなくて恋だよね、甘酸っぱいのは。迷いちゃんもそんなことを言う年頃になったか。甘酸っぱさを知ってんのかな、それともあのコンテンツのあの知識かな。うちのコーヒーの味が分かる通なお客さんなのよ。え、俺も一度だけあのコーヒーを飲んだことがある。すごい味だったな、確かに。一口飲む価値はあるぜ。嬉しいわ、また飲みに来てね。一口飲む価値はある、しかしそれ以上じゃねえさ。店に来たらしいな。何時頃、何分後。いや、聞いても大丈夫だよね。うん、よく覚えてないわ。うん、2時25分ということでしたが、来店から事件が起こるまで20分ぐらいだったから、2時から2時10分ってことになるかしら。ありがとう。おたまには役に立たないとあれですからな。あ、メルシービエなんて、ご機嫌だな。鼻歌でシャンソン歌ってるよ。シャンソン、シャンソン歌手、シャンソンショーみたいなあったよね。うーん、2時ちょっと過ぎぐらいかしら。揺さぶるか。うん、その時間はっきり覚えてるんですか。2時を回っていたのは確かね。ランチのサービスタイムが終わる時間なのよ。
私もお昼はランチサービスの時間に食べることにしています。お得だからね。そのため裁判を早く切り上げることもあったりなかったり。危険だな。おや、そういえばそろそろお昼ですかな。うん、何か時間に関すること、1時半から2時半って1時間あるんだよな。1時半、これでは、じゃあここもいとか。騒ぎが聞こえたから5000万円だみたいな、僕にも聞いていたはずだな。まこちゃん豆鉄砲を食らった鳩みたいな顔してたわ。豆を喉に詰めて鼻を白黒させてたわ。暇だったのでは。二つの顔を持つ女だから男なんですね。うん、クラリス・ホンドボー、クラリス。5000万円の借金をしている私が作った料理を食べた客が5000万円のくじを当てた。その怒りを歌にしていたの。怒り？ウルコはなぜに。ご披露しちゃう。結構です。公衆電話から通報してもらったわ。見せるためだった。うん、事件が起こった後はもう芝居見せるチャンスはね。晴れてませんけど。本田坊さん、やっぱり事件に関係あるのかな。うん、うん、彼がそれを知らないはずがないよ。ずっとトレビアにいたんだから。まこちゃんだって気がついたはずじゃないかな。この証言に矛盾を見つけた時にわかるよ。セーブですね。2時ちょっと過ぎぐらい。どこだ？ここ。ここかな。ラジオの時間じゃないんだよな。1時半。10分間。多分ぶつけるものはあれであってんだよ。それをどこにぶつけるかなんだよ。ついに捕まえましたよ、本土坊さん。イエイ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 。クワ？何かしら？クワス？被害者は事件当時イヤホンでラジオを聞いていました。長寿ラジオ。毎週5000万円の当選番号を番組の中で発表しています。毎週ってすごいよな。その番組を聞いていたわけね。うん。そうでしょうか。おかしいね。被害者たちが来店した時、午後2時を過ぎていたそうですね。間違いにははっきり思い出しちゃったから、それが死の宣告なんですね。ランチのサービスタイムが終わる時間なのよね。ん？この番組は
午後1時半から始まるんですよ。地上で最もスリリングな10分間を放送するために。1時半、被害者は大騒ぎしたそうですね。宝くじが当たったと。ふんふんふん。しかしそんなことはありえない。絶対に。その30分も前に番組はとっくに終わっていたのだから。分かった、気持ちが通じたね。うん、この被害者はありえない行動ばかりとっている。うん、あ、聞こえない。聞こえるはずのないラジオ。終わっていた、終わってしまったはずの番組。それらの矛盾を解決する答えは一つしかない。全ては本来の犯行時刻から30分ずれた偽物だった。そっか、おじさんにも、おじさん、おじいちゃんにも借金あんのかなって思ったけど、違ったんだな。あの日、トレビアには二人の岡高尾がいたのです。うん。真犯人に毒を盛られて死んだ本物の岡高尾と、五十嵐翔平に見せるために仕組まれた偽物の岡高尾。わあ、この裁判って偽物ばっかりなんだな。うん。そう考えなければ時間のずれに説明はつきません。何護道さん、なんか言いたいことあんの？これを覆せるの？だがあんたの乗ってるのはガキのリズム8ビートだぜ。調子に乗るってそういうことなのか？いいか、あんたの無茶な主張通り午後2時過ぎ、うん、偽物の岡高尾がじいさん相手に芝居を見せたのならば、その時本物の岡高尾はどうなっていたんだ？考えるまでもありません。とっくに毒殺されていたはずです。うん、え、かかってないよ。そっか、死亡解剖記録のこの1時半から2時半っていう妙な空きがあるのは、あれかな、おじいさんの通報のこともあったからってこと？何？はい？は？何をおっしゃってるんだい君。一体どこに消えちまったのか。どこかに隠したはずだぜ。あなたが自分の仮説を立証する隠し場所。場所に関する隠し場所に関するものがありませんけど、キッチンに隠してた。え？は？何がしたよ、どこに隠したかわかんないよ。もちろん当てずっぽい。うるせー。え、できんの？できんの？なんか急に風が冷たくなってきたよ。え？いつの間にかこっちが追い詰められてて。顔のものかどうかわかんないよな。多分これは銭虎と
ランド坊さんの関係を示すものとして使われるんじゃないのかな、まあ、かといって店内にいたという記憶もないんだけど、え、いる？だって通報してから10分とか10分？おじいさんが公衆電話探しに行ってる間にちゃんと入れ替えなきゃいけないから店内だと思うんだけどな。で、でも店内